京都産が FC 大野洋平。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。まあ、AC ミラーにいたインザーギ選手、裏に抜けたり、まあ、ゴール前でいいとこにいたりするんで、まあ、そういうとこはすごいよく見ていました。フィリッポ・インザーギ、抜群の得点感覚と泥臭いプレーで数々のゴールを奪ったイタリアが誇る名ストライカー。リバプールとチャンピオンズリーグで当たった時ですかね。普通に裏に抜けてキーパーかわして打ったのと、仲間のシュートを自分に当ててコース変えてっていう、まあ、形を問わずに、まあ、点を取っていくスタイルがすごい魅力的でした。どんな試合でも相手でも点を取ってチームを勝たせられるような選手だったんで、まだまだ全然自分はそういうところまでにはなりきれてないんで、まあ、しっかり練習して点取ってチーム勝たせられるような選手になりたいです。まあ、自分のプレーの、まあ、なんかなんていうの、目標だと思ってるんで、まあ、そこを目指していきたいと思ってます。大野洋平のヒーロー。